ようございます。プロテニスプレイヤーの秋田です。今日はもうあまり時間がないのでちゃっちゃかだって説明するんですけど、オフシーズンの私の1日を撮っていこうと思います。いろんなトレーニングメニューが出たので撮っていこうと思います。現在の時間は8時15分、もう家を出ないといけない時間なんですけど、7時起きで顔面工事の下地を作ってパックしながら、お昼ご飯に食べるお弁当と朝ご飯の準備をして、朝ご飯を食べて8時から顔面工事して、今から駅に向かってアップやりないやりトレーニングやりしていこうと思います。ではまた後です。1時で練習して、2時4時の練習を多分すると思います。結構ゲームだったりポイント系をかなり多めにやってヘロヘロでございます。ちょっとシャワーやりなんやりして、ご飯食べてちょっと午後どうするか考えようと思います。全部終わって今現在時間が7時ジャストです。今日本当は家帰って鍋を作って食べようと思ってたんですけど、ご飯を炊き忘れてきたことに気がついたので、駅にね大戸屋があるので、ちょっと今日は大戸屋で食事を済ませたいと思います。